はい、手巻きタバコの巻き紙動画、今回は、これ、ね、ルックアウト。という、これどこに、何に付属してたんだったっけな。覚えてないですね。あ、これは、フリーバーニングっぽいけど、若干、薄いな。スモーキングのグリーンに比べると若干薄い気はするんだけど、まあほとんど変わんないですね。それでは吸っていきましょう。ペペのイージーグリーン。で、吸っていきます。ペペのイージーグリーン。リッチグリーンはうまかったんだけど。イージーグリーンはあれですね。そんなに変わんない。よいしょ。まあ、最近、スモーキングのグリーンとかで吸ってたら、フリーバーニングのね、タバコ、手巻きタバコ吸ってると、やっぱ全然違うね。チェの付属ペーパーとか、いわゆるスローバーニング系の薄いやつね。あれとかに比べると全然違うね。確かに。紙臭さがね。ものすごいですね。まあこれも紙臭さはあるんだけど、なんかやけにね、灰が出るんですよね、灰がね。もう勝手に燃えちゃって、こうやって置いといても、ほっといてもこれ勝手にバーって燃えちゃって、紙の部分だけ燃えちゃって、ものすごい吸い殻が出るんですよ。それがね、ちょっと気に食わないんで。そう考えると、やっぱチェってすごいな。ね、スローバーニングの極薄紙が付属っていうのは結構でかいですね。普通に買うと100円ぐらいしますからね。まあ、これも普通でしょう。フリーバーニングのやつは本当に勝手に燃えよるからな。使い勝手が悪いっていうか、こうやって吸った後に、こうやってほっといても勝手に消えちゃうんで、それで灰がバラバラこぼれて、うわーってなったりとか、吸った時に灰がバラバラってなったりとか、あるんで、正直、やっぱり巻き紙は、あれだな、スモーキングのマスターとか、ああいう極薄系がやっぱ一番いいっすね。これ三つ星、ご視聴ありがとうございました。